おかみさんはとっくに逃げ出しておきながら。死のうたって寿命があれば助かるし。生きようと思ったってなければそれまでさ。申し訳がないわ。
さんやおじいさんの位牌は持ったろうな。ええもんにはまかれろとよ。
ができんな。まったくですよ、あなた。これでも手足五体揃ってる人間様だ。嫌なら、ここに降りろ。よし、どうして下ろしてみせるぞ。地獄め。その地獄を解きやがったんだぜ。
私も倒れそうだ。わからねえ味だよ。マシャは一体いつ治るんですか？なかなか治らねえよ。まあ、引っ張らでも抱えて花見としゃれて待ってる方がいいよ。
って何でも好きなことができると思ってやがる。さっきの大空間名や。私たちじゃないか。全くこのことですな。ありがたいね。じゃあ、じゃあ、
言い残すことはないか。戦場の習いだ。やむを得ない。軍旗に照らす。あの男を知ってるだろう。熊本共同隊の里原健介だ。お前たちは彼と行動を共にするもんだろう。とんでもないことです。私どもは決してそんな大それたことをするものではありません。区長、人吉区長代理を務める者です。その区長代理が怪しいんだ。前の区長は人吉隊長として殺軍に投じてるじゃないか。いや、断じて私はそんな人間ではありません。その目は一癖あるな。お前のその薩摩っ子らしい立派な体は商人とは思えん。じゃあ密偵の類かもしれんな。彼は逮捕されるまで身命を賭して俗称西郷のために郷土のために立派に我が軍と戦ったのだ。敵ながら人間本来の道を全うしたと敬服に耐えないのだ。彼にお前たちの女々しいそのざま、なんだ。連れてきてくれ。はい。助けると思って行ってくれ。
我々を救ってくれ。え、助けてくれ。な、分かったの。え、なるほど。考えやがったね。頼むからな。え、情けないもんだ。こいつの方がよっぽど情愛があって嬉しいよ。江戸の兵隊さん、御用って何なの？呼んだのはお前じゃない。あんな生娘なんか面白くもなんともないじゃないの。今夜のうちにもここを逃げたいばっかりに俺を捕虜にしようというんだろう。そんなことどうだっていいじゃないの。身を任せて逃れようというんだろう。
よくも私に恥をかかしやがったな。人形食いやろめ。うるさい。女を連れ出せ。来い。来い。何してくれ。なんというね畜生だ。娘を、血を分けた自分の娘を犠牲にまでして生きたいのか。卑怯者め。
着いた。Thank you.
ちゃん。お前あの野郎に惚れたんだね。やっとここまで逃げてきたのに、また戦争の中へ帰ろうなんて。のぼせすぎてるよ。戦場だって墓場だって構わない。私不人情な奴らのいないところへ行きたいのさ。中で証言したって客なんか結構おるらしいねん。金儲けがしたいんだったらさっき逃げた官軍のやつを捕まえてみな。二人入るぜ。官軍の捕虜が逃げたんですって。それ本当なの？本当だと思う。よほどな賞金をかけて大騒ぎ。Thank you.
難しいが、戦争に負けた。勝敗は軍人の常です。恥ずかしいことはありません。注意に陥っている俺だ。どうせ助かりはせん。女の心持ちは分からんが、お前たちの意地というものも思いのほかに強いもんだな。こんな影をしていても、おじさんの意地は忘れないんだ。武士の生き地と同じことか。おきみ、俺を俗軍に突き出せ。遅ればせて気の毒だが、女の意地を立てさせてやる。していらっしゃいませんこと、一本つけましょうか。
人を西郷方へ突き出したところで、それまでの話じゃないか。もしまた逃がしてやったりしても二度と会える人じゃない。この戦争がいつ収まるかは知らないが、いずれは官軍の勝利に決まっている。戦争が済んで官軍の兵隊が東京へ引き上げてしまえば、これとも晴れともありゃしない。将校様だ。わらじ屋の一文釈夫が命がけで惚れてみたって、添い遂げられる人じゃない。ほんの戦場の出来心、長続きのできる相手でないことはお前にだって分かっているじゃないか。誰もいない。今のうちに早く。